えっと、理算サイト基礎論の2回目の授業なんですけども、まず、あの、ちょっと、お断りというか、申し訳なかったことをと謝るとですね、えっと、1回目の授業の動画をですね、あの、先週の水曜日にはもう準備してたんですけども、なぜか公開し忘れていて、朝、今日の朝気づいた、今日の朝では9時半頃に気づいたので、えっと、9時半頃に公開にしたんですけども、だそういう意味で皆さん、あの、復習ができなかった、あるいは、1回目、あの、出席できなかった方は、えっと、 キャッチアップできなかったということなんですけども、ま、それちょっと、あの、すいませんでしたということです。だから、あの、今はもう見れますので、えっと、その点はご了承くださいと。だから、えっと、後で見てくださいということになります。で、今日はですね、あの、まあ、前回から話している、その、あの、この講義では最大流問題っていうのと最小費用流問題っていうのを扱いますよって話が出ていたんですけども、今日はもはやもう、あの、クライマックスで、えっと、最大流問題の、えっと、一番基礎的なことをお話しします。でですね、あの、ここにあるように、これ、あの、七十枚、 えっと、スライドがあるんですが、これ全部この教室では使わなくって、まあ、あの、計画では39ページまでやります。で、その後何かっていうと、あの、別の動画を、あの、後で、あの、私、あの、家に帰ってから作りますので、まあ、今日中じゃない、ないんですけども、後日作りますので、で、その部分で、こ40ページから70ページの部分は、まあ、補うって形にしたいと思います。で、あの、内容が、 たくさんあるんですね。そういう意味では。ただ、あの、その補足の方、その、私が家に帰ってからする動画の方の話は、まあ、あの、あの補足なので、皆さんはあんまり、まあ、気にしなくてよいというか、まあ、あの、気になったら見てくださいということになります。だから、そういう意味では、まあ、本題ではない。で、本題はこの、初めの39ページにありますという形になります。でですね、スケジュールどうな感じだったかというと、今日は10月10日ですね。で、えっと、来週は、あの、体育祭で休みなので、 来てもいいですけども、来ても私いませんということになってますので、あの、それは、あの、ご注意くださいということになります。だから、えっ、ー、と、次回は10月24日になるということになります。で、それは、あの、ご注意ください。はい。で、えっ、ー、とですね。 前回のちょっとあの定義とかあの内容の復習をするんですけども、流流れっていうのは使ってましたと。で、どういう設定だったかというと、有効グラフがありまして、このなんか V と書いたらこれは頂点集合、A と書いたらこれ固集合。A と書いたらというか、V、A と並べていたら、V が頂点集合で A が固集合だということでした。で、二頂点 S と T っていうのがなんか別に定められてまして、あとそのこの上にはなんか容量っていうものが、えっと、皮膚実数っていうのが与えられてると。 ということになってたと。で、こういう設定で、この流フローっていうものを定義したと。で、まあ一応この st 竜っていう言葉を定義していたんですけども、それな何だったかというと、気分としては s から t になんかその流す、水を流すとか、電気を流すとか、そういうイメージでした。で、それはですね、えっと、個に対してなんか皮膚実数を与えるような関数 f のことであるっていうふうに前回定義したと。で、その f というのが、ここに書かれている二つの条件を満たしている必要がありますというふうに言ってました。で、一つ目は、 容量制約と言ってるもので、その各個 A の上に流れている量 FA っていうのが0以上であり、容量 UA 以下であるという制約だったということです。で、もう一つは流量保存制約と言ってるもので、S と T 以外の任意の頂点 V というのを見ると、V に入ってきている流れの総量と V から出ていく流れの総量っていうのが等しくなくてはいけませんっていう、そういう制約でした。で、まあ、記号の、えっ、ー、と、復習をしておくと、これ前回間違ってたやつですけども、 えっと、デルタマイナス V と言ったら、V という頂点に入ってくるこの集合を表すと。で、デルタプラス V と言ったら、それは V から出ていくこの集合を表すということ。で、まあ、これはこの講義における規則、あの、規法だと思ってください。まあ、一般的によく使われますけども、まあ、特にこの講義でこれ使うということになります。で、これを満たす ST 流っていうものがあるんですけども、まあ、この ST 流の中で、えっと、ある値を 一番大きくするようなものを見つけたいっていうのが最大流問題でしたと。で、その値って何なのかっていうと、次のページだと思うんですが、えっ、ー、と、こういうように定義されると。これ何かというと、この st 流の値、バリューといったら、これですね。この量であると。ここに書いてある量だ。で、これ何かというと、えっ、ー、と、この2つの部分からなってるんですけども、まず前の部分は何かというと、これは s から出ていっている子に流れている総量です。 ここが S、デルタプラス S ですからね。S から出ていってる量と。で、そこから S に入っていってる量を引きますということになります。で、これがその F の値と呼ばれるものになります。これ前回の復習ですね。で、この、まあ、バルト入ってる、この値ですね。ST 流の値があるんですけども、この値を一番大きくするような ST 流を見つけましょうっていう問題が最大流問題でした。はい。で、フェのページですね。 だから、えっとまず最大エ ST ルと言ったら、その値が一番大きいエ ST ルのことです。で、まあ、ああの定義と、定義として書くと、これですね。任意のエ ST 流 F' に対して、この varyF と v プライムを比べたら、varyF が v プライム以上ですよと。だから、これはその F の値がどんなエ ST 流 F' と比べても下回らない。 ってことを言ってるので、まあ、F が最大 ST 流であるという言葉の定義にふさわしいということになるわけです。よろしいですかね。で、あの、前回ちょっと言ったんですけども、最大 ST 流が存在すること当然でない。これ、今日またちょっとこれが如実になると思うんですけども、えっと、当然ではないです。で、これはいつ証明するのかわかんないんですけども、後の方の氷で証明するつもりでいます。で、まあ、それはそれで、えっと、押さえておいて、で、でまあ、実際は最大 ST 流っていうのは存在します。 存在するので、それを見つけるっていう問題が最大流問題です。はい。最大流問題っていうのは、有効グラフと二頂点 ST と雇用量関数 U っていうのが入力として与えられたときに出力として最大 ST 流をあの出すことを要求する問題です。だから、アルゴリズム、最大流問題を解くアルゴリズムっていうのは、その4つを入力として受け取って最大 ST 流 F スターっていうのをなんか返してほしいと。 いうことになるわけです。で、まあそういうものを作りたいっていうのが、えっと、この一学期間の講義の前半の目標になります。で、この目標はもう今日半分ぐらい達成されるんですが、えっと、それをあの、ご紹介します。はい。ここまでは復習です。よろしいですかはい。で、今日やるのは何かっていうと、あ、すいません。で、今日やるのはこれですね。例えば、まあこの四角で囲まれているのがこの、この、ここに流れている量、F の値だと思って、ください。F の値とか、F。 ですね。F の値としては言わがないですね。が、これは、このこの上は2とか、この V4 から V2 に向かっているこの上は1流れているとか、こんな形で見てくださいと。で、青い文字が容量です。これ、あの、今日、もうずっとこの、えっ、ー、と、色と記号の使い方で進めていきます。で、今ですね、こ,こ、この、これ、ST 流なんですけども、この ST 流の値は、えっと、S から1、2、に出ていって、入ってくる量ないので、この F、 st 流の値が5になります。じゃあ、この5っていう値を持つですね、今この f という st 流は。だけども、この値が5よりも大きい st 流はありますかってことを考えたいわけです。で、もしあれば、ここに書いている f という st 流は最大 st 流ではないわけです。だから、S、最大流問題を解くようなアルゴリズムを考えているときには、その中では、なんか適当なある st 流があった時に、それは何か値を持つんですけども、その値よりも大きい st 流があるかないかってことを、まあ判断してることになってるわけです。だから、えっと、アルゴリズム、そのなんか最適化アルゴリズムっていうのを考えてるんだけども、まずそれを考える前に、今与えられているこの f っていうのがそもそも最大 st 流なのかどうかってことが判定できますかってことを考えたいわけです。で、まあそれはそのアルゴリズムの中で何かその、なんだろうな。 裏でなんかそういうものがなんか動いてる仕組みになってるはずなわけです。で、そういうものの方、そういうその判定の方が簡単なはずなので、最適化自身よりも。まずそれを考えたいと。で、それがここで言ってるこの最適性条件というもので、どう、どういう条件を満たせば、その考えている ST 流が最大 ST 流ですかっていうのを見つけたいってことになります。で、それが今日の最初の話です。で、前回ちょっと言ってたんですけども、この最適性条件を 今回紹介するんですが、これを見るとですね、もうあの、オカルトリのようにそこからアルゴリズムが浮かび上がってくるということなんですね。怖いですね。まあその怖い思いを今日する、怖い思いをするって変なんですけども、えっとまあそういうあの体験を今日はするということになります。まあむしろですね、この最適性条件の書き方がもともとなんかアルゴリズム的に書かれてるっていうことにはな,なるんですけども、まあそれを今日は考えるということになります。 で、えっと、まずそのためにちょっと準備をします。で、準備をするっていうふうにちょっと作って、や、や、始めたんですけども、実はこの準備は、この3番目のところにつくあの、来るまで多分使わないんで、ちょっと、そこまでちょっと今日は忘れないようにしてください。ま、またそこでちょっと復習はしますけども、まず準備をします。で、何の準備かっていうと、記号の準備です。はい。で、どういう記号かっていうと、ちょっと、 このシグマを一時書くのがちょっと面倒なので、ここに書いてあるようなあ、あのちょっと簡便な記法を作ります。使います。何かっていうと、今設定としては先ほどの、えっと、最大流問題を考える状況の設定に、まあすでになんか ST 流、 f っていうのは一つ与えられているとします。で、この st 流 f に対して何か考えるってことをするんですけども、そこで考える記法って何かっていうと、何か頂点 v っていうものがありましたら、f-v と書いたら、それは v に入ってくる流れの総量を表すと思ってください。で、まあ式で書くとこれ。か何かっていうと、その fa の和なんだけども、a は v に入ってくる項全体の上で取るということにするわけです。だから、日本語で言うと、f、f-v っていうのは v に入ってくる流れの総量です。 送流量かな送流量です。これ書けばいいんだけども、ちょっとじゃあ書いてみますね。ちょっとどんな風に書ける ?V に入る送流量。で、ちょっとこれコメントであったんで、線は前回より太くしているんですけど、これで見えるかどうかってことなんです。まず青の色が悪いっていうね、意見があるんですけど、色が悪かったらこれ変えられるんですよね。これ色もっと濃い方がいいですか うん、うんと名付かれてるんで、じゃあ、ちょっと、ここの、濃い色に、どうやって変えるんだろうこれかなこれはこれで変わるのかなちょっと待って,てね。変わったかなあ、変わ、今変わりましたね。変わりましたね。はい。で、濃くなったんで、じゃえじゃあこれ、で、問題はですね、これができるかどうかですね。これ選ぶと、選んで色を変えるってできるかな。選んで、さあ、色を変える。色。 うん、これはちょっと、これお金払わないといけないですね。じゃあお金払ってないんで、あとこんなことちょっとあの、大声で言うことじゃないですけども、えっ、ー、と、お金払ってないんでできないと。で、これは、えっ、ー、と、グループ解除かな。あやばい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 。えっ、ー、と、お金払ってないことが、まあ、それは置いといて。だから、えー、色が変えれなかったんで、えっ、ー、と、じゃあちょっとこう書き直しますね。書き直すのは、書き直すのはもう全部選んで消して、V に入る、 総流量。が、この F-V です。この方が読めますかまず字が汚いとかってそういう意見はあるんですが、ちょっとですね。で、えー、っと、すみません。で、この F プラス V の方、この右の方、これは V から出る総流量です。書けないですね。V から出る総流量。 文字の大きさは多分その、ここに書かれている普通のあの、スライドのフォントと同じぐらいの大きさだと思うんで、それが見れれば、あの、私の字も、汚さは置いといて見えると思うので、まあ、それで勘弁してもらうと。で、えっと、それは、えっと、F プラス V ですね。だからその、マイナスと V の使い方は先ほどのデルタマイナスとデルタ V の使い方、デルタプラスの使い方と同じになっていると。入ってくる方がマイナスで出る方がプラスになっているというふうに思ってください。ですね。で、これ今後使っていくんですけども、これを使うと、例えば、これ。 ですね、書いたものを消してしまうっていうのはいけないかもしれませんが、消しますけども。えっ、ー、とですね、この、流量保存制約。選べない。流量保存制約。これは、この F マイナスと F プラスを使って書き換えられると。えっ、ー、と、ST 以外の2の頂点 V に対して F、F マイナス V と F プラス V が等しいですよっていうのが、流量保存制約そのものです。V に入ってきている総量と V から出てく総量が等しいですね。で、えっ、ー、と、F の値っていうのは何だったかっていうと、S から出ている総量 引く S に入ってくる総量だったので、これは F プラス S マイナス F マイナス S と書けます。いいですかだからまあ、これを使えばシグマを使わずに書けるので、ちょっとこういう記法を今後使っていくんですけども、その裏ではちゃんとこういうシグマがあるんだってことは意識をしてください。いいですかで、これは今後使っていくんだけども、それを使うのは多分今日の授業の後半になります。ここまでいいですかはい。で、これはただの記法です。だからか書き換えてるだけ。で、えー、っと、これを 使うとですね、まあ、これ使わなくてもいいんだけど、あの、ちょっと、あの、死が負たくなかったんで、ただ書いてください。これ何かというと、こういう性質があります。何かというと、この F-V ですね、V から出ていってる総流量っていうのを全ての頂点の上で託します。で、そうするとこれは、ちょっとまずみ、一番右を見てほしいんですけど、けども、これは F プラス V、全ての頂点、えっと、頂点 V から出ている総流量を全ての頂点 V の上で足したものに等しくなります。 これとこれ。で、えっ、ー、と、これは実は真ん中のものと等しくってこれ何かっていうと、えっ、ー、と、すべての子じゃないですね。子 A の上に流れてる流量をすべての子の上で出したものと等しいという形になります。で、これは、まあ、簡単とかっていうと怒られるんでいきませんけども、えっ、ー、と、皆さん考えればできると思うので、えっ、ー、と、この講義、この一学期間の講義の前半のレポート問題の一つにしたいと思います。で、そう言っときながら、 えっと、ほぼ答えになるようなヒントを出すんですけども、まあ、この例見ましょうと。まあ、まあ、まず、なんかこういうのはちょっと例,例を見ると大体わかるんで、例を見ると。で、今これ、あの、ある ST 流です。ある ST 流です。で、この赤いのが流れてるようですね。で、各頂点。 これ今、頂点6個あるんですけども、s, v1, v2, v3, v4, ap に対して、その頂点に入ってきている総流量と、出てきている総流量をここへ書きましたと。例えば、v1 っていう頂点を見ると、ここやりましね。v1 頂点を見ると、入ってるのはこれ2です。2ですね。で、出ていってるのは2と0と。2と0と。こんな形になってると。そうですね。で、えっと、で、入ってるのはここに、あの、左側に書いてますと。 で、出ていってるのを右側に書いてますと。で、これ全部足すと、どちらも13ですね。あだからこの例では、この上の式の左側の和と右側の和が等しい。どちらも13になることがわかると,ということになるわけです。で、これ、で、これなんで等しいかっていうと、ここに書かれている数字が全部等しいからです。あ、等しいってのはその、同じ数字がお同じ数だけで出てきてるからです。例えば、今この S、えっ、ー、と、どうしたかな。S から V 1に向かってる子。 ありますで、この上にこう2っていうのがあるんですけども、これは S から出ていってるところで、ここに、S から出ていってここかなここに1回現れてます。で、同じようにこれ V1 に入って、2が入っていってるわけだから、V1 に入ってきてる、ここにこの2が現れてるわけです。という形で S から V1 に行っているこの上の流量が F マイナスの中に、F マイナスの中に1回出てきていて、F プラスの中に1回出てきてると。 で、それどのロックを見ても同じ形になっていると。どこかに入っていっていて、どこかから出ているわけです。だから、例えば同じになるはず。っていうことを文章で書いてくださいというのはレポート問題。ですね。わかります <laughs> いいですかだから、これ正しいと。だから、だから、ほぼ、これ証明です。<laughs> 証明を例でやってるわけですけども、えっ、ー、と、そういうことになります。いいですかね。だから、えっ、ー、と、これ正しいと。で、この関係は後で使います。あとじゃ今日の後半で使います。なので、まあ、その時にまた言います。 はい。で、えっ、ー、と、あ、嘘を言いましたね。この関係を今から使うんだけども、今から、えっ、ー、と、また別の性質を証明しますで。で、その証明の時にこれ使います。で、何かっていうと、もう一つ性質がありまして、ご紹介したい。何かっていうと、えっ、ー、と、S から出ていっている送流量、準流出って言っていいですかね。だから、S から出ている量、引く S に入ってきている量っていうのは、T ですね。この、はい、全部がその、今、 流れは S から出ていて T に入っていってるんですけども、その T の方から見ると T に入っている量マイナス T に出ている量、これと等しいいうことになります。だから S からなんか賞味、なんか流れが出ていってるんですけども、その出ていったものは全部 T にちゃんと入ってくる。というそのバランスがちゃんと取れてるってことを示しているのはこの等式です。で、これ今から証明します。で、これ先ほど前のページで言った、そのレポート問題って言ってるものを使うと。で、まあこの例で言うとどうなってるかっていうと、これ出るかな出ない。 えっと、この例でいうと、えっと、この値一つ一つ見ていくと、えっと、F プラス S、S から出ていってる量は全部これ5です。で、えっと、S に入っていってる量、これ全部で0ですと。じゃあ、t を見ると、t に入ってるのは、えっと、上から3、左から2。なので、t に入ってる量はこれ5ですと。で、t から出ていってるのが0と。こんな形になっていると。だからこれ両辺、えっと、左辺、右辺も5になっていて、まあ、この量、この例では等しいと。 ということになっています。で、どんな、あの、s t ルを持ってきてもこれ等しいですよってことを今から証明しようと思います。はい。で、どう証明するかってい,いうと、その前のページで言った性質を使います。で、どうな、で、まあ、どう使うか。あと、それ s t ルの定義を使います。で、どうやってやるか。えっと、まずですね、先ほど言っていた、その、レポート問題と言っていた関係から、え、これですね、その、F、F-V と F-V は、すべての頂点 V の上で足すと等しくなると。 いうふうに言いました。今、この式、一番としましょうと。あとですね、流量保存制約を考えると、流量保存制約って何だったかっていうと、えっ、ー、と、V が S と T 以外だったら、えっと、F-V と F プラス V が等しいというふうに言っていたわけです。なので、えっ、ー、と、このような V に対して全て和を取ると、取ってもこの、えっ、ー、と、統合成り立つはず。 なわけです。だから、この、今、スモール v として、この v-st この範囲で、えっと、スモール v を考えて、それに対して全部、この f-v ラ f-v を足してみましたと、ということになります。で、これよく見てみると、上の方はこれ F、この f-v をすべての頂点の上で足してるんですけども、下の方は、F、f-v を s と t 以外の頂点ので足してます。ということなので、上の式1番から下の式2番を引くと、s と t の 部分だけが余ってきます。残ってきます。いいですかね。いいですか。上の方はラージ V になっていて、下の方はラージ V-ST なんで、この上の左辺から下の左辺引くと、S と T に関する F- だけが残ってきます。で、右辺も同じで、F プラスについて S と T の部分だけ残ってきます。いいですかあとこれ整理するだけです。 整理すると、S に関するものを左に集めて、T に関するものを右にまとめ、ま、えっと、集めると、先ほど証明したかった式が、出てくるんですけども、今言ったことと違うことをしてます、ここでは。えっと、S に関するものを右に集めて、T に関するものを左に集めて逆転させる。ってことをすると、この式が出てきます。ですかね。はい。ということで、先ほど書いた、その S から出ていっている正味の流量と、T に入ってきている正味の流量は、 等しいということが、これで分かったということになります。いいですかだから、その、えっと、先ほどの、あの、初めの方の記法でいうと、この左辺っていうのは、えっと、バル S。じゃないや、バル F。すいません。F、ああ、消せない。消したいんですけども。バル F。F の流量、値、F の値っていうふうに書いてあるんですけど、F の値っていうのは S から出ていってる量と考えてもいいし、T に入ってきてる。 量と考えてもよいということが分かるわけですね。それどちらを見ても変わりませんということになります。いいですかはい。で、これは、あの、この関係は後で使うというか、使わないかもしれませんが、えっと、まず、ま、こういう、えっと、性質がありますということです。ここまでいいですかはいで。それで、えっと、ほら準備で、ここ、今日の本題はここからです。で、何かっていうと、今からですね、えっと、得体の知らない補助ネットワークっていうものを紹介します。 で、この補助ネットワークというものを使って、はじめに言っていた最適性条件というのを記述するってことをします。で、何なのか補助ネットワークとは。あと、増加度っていう概念があるんですけど、それ何なのかということを説明します。で、ここが今日のポイント1です。<laughs> はい。で、いきなり、えっと、先ほどの話、もう一度、えっと、復習すると、今なんかこういう ST 流があったときに、これは値、 これ3っていう値を持ってるんですけども、えっと、じゃあ、この ST 流よりも大きい値を持つ ST ありますかってことも考えたいってことになるわけですね。で、そのために先ほど言っていた補助ネットワークっていうものを使ったりします。英語ではですね、オーグジュリアリーネットワークと言ったりするんですけども、まあ、そもそもこの英単語をつづれないかもしれませんけども、まあ、まあ別に皆さんつづれなくても構いませんとか言っちゃっていいのかな。まあ、あの、難しい英語かも、A、単語かもしれませんけども、まあ補助的なとかっていうような、えっと、意味を表すオーグジュリアリーですね。 えっと、補助ネットワークのこと、あの、文献によった残余ネットワーク、レジデュアルネットワークと呼ぶこともあるんですけども、まあ、私の話では全部補助ネットワークに統一して話していきます。まあ、皆さんは残余ネットワークという言葉を使っても構いません。で、何なのか。これはですね、この、えっと、F が与えられたら、その F に対して定義されるものです。で、どう定義するのかっていうと、まずお見せします。あ、お見せしなかった。えっと、まずお見せします。えっと、どうやってするかを、作るかお見せします。えっと、これ今、s は、 左側は今考えている状況です。なんかネットワークの上になんか F という ST 流がある状況を書いています。で、補助ネットワークをどうやってするかっていうと、元々のこのネットワークと頂点集合同じになります。補助ネットワークにおける頂点集合同じになります。で、ここになんか個をつけていくんですけども、個がえっと元のネットワークと違う個をつけるような形になります。で、しかもその各個には容量がつきます。容量がつきます。 で、それをどうつけるのかってことが問題になってるというか、今から定義するようにやりますということになります。はい。で、もう左に書いちゃってるんですけど、こんな感じでやると。で、こんな感じって何なのかってことを今から説明します。で、一応、ま、記法だけ言っとくと、まあ、今、あの、今後この補助ネットワーク、F から作った補助ネットワーク、このグラフ自体は GF と書いて、このついてる数値ですね。これ容量なんですけど容量は UF と書くことにします。で、どうやって作ってるのかっていうと、一言で言うと、こう、一これ、ことじゃないですね。 一つの絵で示すと、こうですで。何かっていうと、今、左の図、元々の ST 流がありますね。で、こがあって、その容量が UA で、その上に流れてる ST 流の、えっと、その流量が FA だ, FA だとします。で、そういう子があったら、それとその子は、だから二つの頂点を結んでるんですけども、それに対して、フジトネットワークでは、右のような子と容量をつけます。で、どうつけるのかっていうと、まず、両向きに子をつけます。 ええと、ま、あ順向き。とか順向きっていうのは元の子と同じ向きの子と逆向きの子っていう二つをつけます。基本的に二つをつけます。基本的に二つをつけます。で、その容量何かっていうと、順向きの子には、えっ、ー、と UA、ua-fa マイナス、元の容量マイナス流れてる量の容量をつけます。で、逆向きには、この流れてる量そのものを容量としてつけます。 で、例を見るんですけども、けども、例えば、今ですね、V4 から T に向かっている、これは今選ばれてないですね。えっと、書きたいんですけども、V4 から T に向かっている項を見ましょうと。で、今ここは容量が3です。容量が3で、流、ST 流は、えっと、2だけ流れているという形になっています。で、そうすると、このルールに従って、 途中ネットワークでは何をするかというと、V4 と T の間に項を作りますと。で、両向きについているということになります。で、順向きの方は、これ今下の方に書いてるんですけども、こちらですね。これは、えっと、容量は1になってますと。なんでかっていうと、元々のネットワークにおいて、えっと、容量が3で、流量が2だから。だから3-2で1です。ですか。で、逆向きにも項がありますと。 で、逆向きの項にも容量がついていて、これは2になってますと。で、なんでかっていうと、この元々のネットワークにおいて、その項の上に2だけ流れているから。これですね。って形で容量をつけますと。というのを元々のネットワークにおける全ての項に対してやります。と言っておきながら、やってない場所があります。で、どこら辺かっていうと、今ちょっと書いたものは消すんですが、と例えばですね。えー、っと、 V4 から V2。ここですね。V4 から V2。ここを見ると、えっと、フォトネットワークの方を見ると、これは、えっと、順向きの個しかありません。逆向きがありません。で、なんでかっていうと、これはですね、このルール通りに、このルール通りに、えっと、順向きの個と逆向きの個を作ると、逆向きの個の容量が0になるからです。今、ここ0しか、もともと流れていません。ので、このルールに従うと、逆向きの個のゆ、 要領はゼロになりますで、この容量が0になったらそれは書かない。というふうにします。だから別に書くと容量が正であるときだけ、この順向き、あるいは逆向きの子が作られるというふうに思ってください。いいですか。という形で作られた右側が補助ネットワークですで。これは定義です。で、定義の気持ちは今から伸びるんですけども、まず、えっと、まず定義そのものは大丈夫ですかなんか不明なところありますかいいですかこれが定義です。で、 この、えっ、ー、と、補助ネットワークはどういう気持ちかっていうと、今、この左の、選ばれてない。左のネットワークでは、まあ、その値が3であるような ST 流がなんかあるわけです。で、今ですね、実際この、えっ、ー、と、例えばですね、S から V4 に向かっている子があって、そこには今ですね、容量が2あって、1だけ流れてるっていう状況があるわけです。 で、この補助ネットワークは何を表してるかっていうと、この子の上にあとどれだけ流せますかっていう情報を持っていると思ってください。例えば、今その S から V4 に向かって1だけ流れてるんですけども、容量2なので、頑張ればあと1だけ流せるかもしれないわけです。この子の上。で、それを表しているのが、この順向きの子の容量1です。ですかだからそれ何かっていうと、今、その子には容量があって、 ある F だけ流れてるんだけども、あとじゃあどれだけ流せますかって言ったらそれは U-F なわけです。いいですかで、それを要領として書きましょうということになります。で、それは順向きの子なんですけども、逆向きの子は何を言ってるかっていうと、今、1だけ流れてるんだけども、それをキャンセルしましょうと。1だけ流れてるのをやめましょうと。じゃあやめるときにその、その、なんだろう、流れをこう引き戻すわけですけども、どんだけ引き戻せますかっていうのを表しているのが逆向きの子に書かれている要領1です。 だから今、1流れてるんだけども、それをやめるのは1だけやめられますよと、<laughs> ということを、この逆向きのこの容量が1である。つまり、逆向きには今流れている量をこの容量として書いてると。今流れている流量を容量として書いてるということになります。で、そのような情報を蓄えているのが、この補助ネットワークです。だから、どれだけあと流せますかとか、どれだけ後あと戻せますかっていうの、 えっと、情報を蓄えているのがこの補助ネットワーク。で、その後、後ど,どれだけ流せますかとか、後どれだけ戻せますかっていうのは、今どれだけ流れているのかっていう情報を、つまり今の ST 流に依存しますから、この補助ネットワークっていうのは F に依存して作られるという形になるわけです。いいですかはい。で、これは例です。で、今から多分定義をします。で、この定義がややこしい。けどもう一応述べます。えっと、 この図だけ、あの、わかればいいんですけども、一応まあ、数学的にやろうとすると、ちょっと、あの、ちゃんと定義する必要があるので、一応定義すると。で、こんな感じで定義すると。その中、F に対する補助ネットワークっていう言葉、だから F に依存する形で補助ネットワークが作られます。で、元々のグラフは G が、えっ、ー、と、この頂点集合 V で、固集合 A なんですけども、この補助ネットワーク GF で、えっ、ー、と、その容量 UF があって、この GF と UF を一個ずつ定義していきますと。 別々に定義します。で、GF ってこれ有効グラフです。有効グラフは、頂点集合と個集合を定めれば決まりますから、この GF の頂点集合と個集合を定義します。で、頂点集合は、元の有効グラフ G の頂点集合と同じ部位になります。これ先ほどのつ、つ、つ、と同じですね。で、個集合は何かっていうと、先ほど言ってみたよう、言っていた通り、順向きの個の集合と逆向きの個の集合に分けて考えます。で、この AF、F、 って書いてあるのは、これが順向きのこの集合だと思ってください。ちょっとこれ書くかな。F が順向きだと思ってもらって、B で書いてあるのは、これが逆向きだと思ってください。だから、順向きはフォーワード、前送り。で、B はバックワード、逆送りだと思ってください。ということです。で、順向きの個は、どこに置かれるかっていうと、あ、定義これですね。 えっと、これは、えっと、V、V' って子です。だから、えっと、V から V' に向かっていく子を集めるんだけども、どういうものを集めるかっていうと、まず、元のグラフにおいて、V から V' に向かって子がありますと。こんな状況ですね。元のグラフにおいて、V から V' に向かって子があって、そこを流れている量は容量に達していません。だから、まだ流せる余裕があります。っていうところを、順向きの子にします。ですか。 で、えっと、AFB の方、逆向きはどこかっていうと、元々のグラフにおける V から V プライムに向かっている個があったら、その逆向き、V プライムから V に向かう個をつけましょうというふうに言ってます。で、なおかつ、どういう条件が必要かっていうと、流れている量が0を上回っている。だから引き戻そうと思えば戻せますよっていう個の逆向きを全部持ってきて、FFB、あ、じゃ AFB としてます。逆向きのこの集合としてます。 で、その和集合、合併として、この GF の個集合が定義されるという形になります。ここまでいいですかまあ、先ほど、あの、例で説明したことを、小難しく言っていると。小難しくは言っちゃいけないかな。えっ、ー、と、数学で書いている。集合の記号で書いていると。で、これで、その GF という有効グラフが定義されました。で、あとは、この各個ですね、この GF の個に対して、容量、UF っていうのを定めるということをします。で、それ次のページです。 で、何かっていうと、えっと、順向きの子ですね。V、V' プライムが順向きの子の場合には、その容量は先ほど言った通り、元のグラフにおいて、その V と V' プライムの間を結んでいる子の容量マイナス流量になりますで。逆向きですね。V'、プライム V がこの逆向きの子の場合には、その容量は元のグラフにおいて、その順向きに流れている量です。だから F、V、V' プライムになります。いいですか <laughs> これは定義です。以上。<laughs> 以上。これが補助ネットワークの定義になります。よろしいですかで、まあ、これを、まあ、定義を理解するのは重要かどうかと言われると、まずはその、まあ、例をまず理解するのが多分重要で、例をちゃんと理解すれば、この定義が言ってることは多分わかるというふうに思います。ここまでいいですかで、え、 えっと、まあ、いいか悪いかちょっと別に読み見ましょうと。で、今、先ほどのこれでですね、先ほどの、えっと、なんだっけ、えっと、ネットワークがありまして、えっと、値が3である ST 流がここに書かれているという形になっています。で、それに対する、えっと、ぞえっと、補助ネットワークが右に書かれているという形になります。で、何をするかっていうと、実は、えっと、この左側に書かれている ST 流は、最大 ST 流ではないんですけども、その証拠が右側に実は隠れています。 ってことを言います。で、右側のどこをじっと見てほしいかっていうと、今、S という頂点と T という頂点があるんですけども、このグラフじっと見ると、えっと、S から T に向かっていくような矢印の経路があります。まあ、これ今、あの、後でこれ増加道っていうふうに言うんですけども、そういうものがあります。で、それ、まあ今、S から V1、V4、T って順番に、まあ、向かっていくと、その矢印に従って、えっと、S から T にたどり着けると。 いう形になります。で、その子3つ辿ってるんですけども、その3つの子の容量を見ると、1、3、1になっています。1、3、1になっています。なので、これ何を言ってるかっていうと、この、えっと、補助ネットワークの上で S から T に何か流そうと思ったら、この経路に沿って1だけ流せますよってことがここからわかります。 いいですかで、今、で、今、この経路のこと、この経路のことを今これ P と書いてると思ってください。で、何をするかっていうと、この経路に沿って1だけ流せますよってことを言ってるってことか何かっていうと、先ほどの増加ネットワークじゃなくて、補助ネットワークの解釈によると、元々のネットワークにおいて、まだ、この S から T に向かって1だけ流す余裕がありますよってことを言ってるわけです。で、実際に、 この、えっと、補助ネットワークにおいて見つかった経路 P に沿って、ここの、えっと、元のネットワークにおいても、この、えっと、S から T に向かっていく経路の上に1だけ流す余裕があるので、それをな流してしまいます。流してみましょうと。でそうすると、元々は S から V1 に向かって1だけ流れていたんだけども、そ流れていて、V1 から V4 に向かって0だけ流れていて、 V4 から P に向かって2だけ流れてるっていう状況だったんですけども、この P に沿って1だけ流すってことをすると、その3つのこの上のに流れてる量が1だけ増えます。1だけ増えるんだけども、これでもなおかつまだ、えっと、もえっと、ここに書かれている、えっと、赤い四角で囲まれている数値は、えっと、このネットワークにおける ST 流になっています。なぜかというと、先ほど言った通り、 流す余裕がある分だけ流してるわけだから、容量制約は守っています。で、問題は、流量保存制約を守ってますか、どうですかってことを気にするんだけども、今、この経路に沿って流してるだけなので、例えばこの、その途中でこの V1 っていう頂点を見ると、この赤に沿って、この P に沿って、えっと、流れ全体を増やしてるんだけども、V1 だけを見てみると、1だけ入ってきて1だけ出ていってるという、その流量保存は満たされてるわけです。 この追加によって。で、元々の F においても、流量保存制約が満たされてますから、P を追加しても、流量保存制約は満たされたまま。ごめんなさい。流量保存制約は満たされたままになります。ということで、この P に沿って増加をするってことをすると、必ず ST 流が得られます。で、なおかつ、値がこの場合は、この P に沿って増やした1だけ増える。だから、今、得られた、この左下に書いてあるものは ST 流であって、値が4のものになっています。 で、もともと左の上に書かれていたものは ST 流で値が3だったので、これによって左上に書かれていた ST 流は最大 ST 流ではなかったということがわかるわけです。別に言うすると、この補助ネットワークにおいて S から T に向かっていくような経路があれば、今考えていた F というのが最大 ST 流ではないということがわかるわけです。いいですか で、これはもう例で押し切ろうとしてるんですけども、えっと、これが性質です。で今、F は最大 SG ではないっていうことが分かった。で、これを一般的に言うとこんな感じになると。あ、一般的に言うと、まず前に、まずえっと言葉を言いますね。まず前に戻って、このような P のことを増加動って言います。で、増加動にちょっと定義すると。何かっていうと、今、F に対する補助ネットワークがあったら、 この GF において S から T に向かっていくような経路のことを F に対する増加度っていうふうに言います。で、まあ、この ST 度の定義は、まあ、ちょっとしないんですけども、先ほどのイメージで言うと、その矢印に沿って S から T に順番に動いていった、その経路のことを ST 度というと思ってください。はい。で、そういうものがあったら先ほど言った通り、それに沿ってその流量を増加させられるわけです。 で、一応、その、流量を増加させるっていう操作は、一応、数学的に書けるんですけども、それを書こうと思ってまあ書いたんですね。で、これがややこしすぎてあんまり説明したくない。で、えー、っと、気分を言います。気分を言うと、先ほど言った通り、その増加度っていうこの経路があるんですけども、その経路に、の、経路が使っている項を一個一個見ていきます。例で言いますね。この場合、その SV1 っていう項、V1V4 という項。 V4T という個、これ3つ個があります。で、どんだけ流せるかっていうと、えっと、この3つの個の上の容量の最小値を見ます。今、容量が1、3、1なので、その3つの値の最小値は1になります。だから、この経路に沿って頑張って流そうと思っても、1だけ流せ、1までしか流せませんし、1は流せるわけです。で、その1だけ流しましょうっていうことを、まず、見ます。 で、その1だけ流すって決めたその1っていう量がここにいってこのデルタになります。<laughs> すいません。デルタになります。で、そのデルタだけ、その、なんだろう、その増加道に沿って流すってことをします。で、増加道っていうのは先ほどの言い方で言うと、その順向きの子っていうのと逆向きの子っていうのが混在している場合があるわけです。その増加道の中に。で、順向きの子に沿って流す場合には、流量をデルタだけ増やします。で、逆向きの子に沿って、 えっと、この増加度が、えっと、伸びている場合にはその、その元の部分では、それだけ減らすってことをします。それだから、押し戻すわけです。流れを。で、それによって新しい流れ、ST 流、F' っていうのを作るってことをします。これは先ほどやった操作をちょっと数学的に書いてるだけだと思って、あんまり詳しくここでは説明してないんですけども、まあ、数学的にちゃんと書けますよってことを言いたいと思ってるだけ。なので、まあ、それは、例で、 理解してもらっで、それによって何が得られるかっていうと、まあ、性質としては、今、例で言った通り、そのようにしてその、増加度に沿って増やして作った、新しい F' っていうものは、確かに ST 流になります。これ先ほど説明した例の通りです。で、なおかつ、値は増えます。真に増えます。それはなんでか言っていうと、先ほどのデルタっていうのが必ず正になるからです。それは、ちょっとその、えっと、補助ネットワークのつ、 振り方に工夫があって、量量がゼロのところの子がないからです。量量がゼロという子がないからです。だから必ずその増加動に沿ったちで新しい ST が得られるということになるわけです。で、今はちょっとその定義に書かれている数学の部分はちょっと端折ったんですけども、その部分はちょっと補足動画でちゃんとやろうと思います。だからこの36ページ以降にまあその証明がちょっと書いてあったりするんですけども、それは えっと、あとで別の動画にするんで、興味がある人は見てください。で、皆さんは先ほどの例で理解できれば十分だと思ってください。ということになります。何を言ってるかというと、増加度があれば、それに沿って今言ったような、そのあ、あの、新しい ST 流 F' っていうのを作って、その F' の値が元の ST 流 F よりも大きくできます。つまり、増加度が存在すれば、今考えている F は最大 ST 流ではないということになるわけです。 それが今、この性質から分かること。だから F に増対する増加が存在したら F は最大 SD ではないと。いうことが分かるわけです。で、この待遇を取ったら何,何なのかっていうと、待遇っていうのは右側の否定ならば左側の否定なんで、右側の否定はないのないなんであるですね。だから F はが最大流、最大 SD 流であれば F に対する増加度が補助ネットワークに存在しない。ということが言えるわけです。 ここまでいいですかいいですかいいですかで、実は、これは今、一方向の矢印なんですけども、ここ書いてるんですけども、これが両方向で成り立ちますっていうのが、最大流問題の最適性条件です。つまり、今言ったのは、最大 STL、F が最大 STL であれば、F に対する増加度存在しないって言ったんだけども、逆も成り立つ。増加度存在しなければ、それは、 最大、最大 ST 流です。だから、この増加度のあるなしで、もう、その F の最大 ST 流で、F が最大 ST 流であるという性質が丸わかりになってしまう。いうことになるわけです。いいですかね。で、今の話は、今、ここまでの話は、この左から右の矢印ですね、この最適性条件における。これをもう、あの、証明、あるいは説明したつもりで言います。 で、あと残ってるのは、右から左です。だから、増加度存在しなかったら、実はその F は最大スチールなんですよってことを今から言います。で、これは休憩の後ですね。えっ、ー、と、じゃあ今から3分休憩しますので、で、休憩出せるかな休憩出したいんですが、えっ、ー、と、3分休憩しますんで、で、今日はタイマーがある。見えますかねえっ、ー、と、ちょっと。で、3分休憩しますんで、じゃあ3分後にまた、えっ、ー、と、そういう続きをやっていきます。 はい、えっ、ー、と、では3分終わったので、えー、と再開したいと思います。まず、こまず時計切らないと。はい で、ちょっと下のコントロール消したいんですけど、これは消えないんで、このままやってきますね。えー、っと、それでですね、最適条件があります。で、この右から左、証明したいんですけども、まあ、それをやるのにですね、道具が必要になります。で、それがですね、この ST カットと呼ばれるものになります。で、それを説明します。で、これを使って、先ほどの右から左、最適条件の右から左を証明していくってことになります。で、まずじゃあ ST カットどういうものなのかってことを、まず例でまたやります。 今ですね、えっと、こういうネットワークがあります。これ今何も流れてません。で、まあ、この上に今、その、まあ流して最大 ST 流を見つけたいっていう問題を解こうとしてるわけです。で、解く前に、えっと、最大 ST 流の値がこれよりも大きくなれないよっていう値がすぐわかる部分がありますで。例えば、S っていう頂点だけ見てみます。そうすると S から出ている子が今3つあるんですけども、その3つの子の容量を足すと2た2た3でこれ6になってます。で、 ST 流っていうのは、量量制約を満たす必要がありますから、S から V1 に出ている流量は2以下、V4 に出ている流量も2以下、V3 に出ている流量も2以下なので、どんなに頑張っても ST 流の値は6を超えられません。いいですか。で、今はこの S っていう頂点一つに着目しているんですけども、もう少しその概念を拡張してみましょうと。例えば、SV3 っていう頂点集合を見てみましょうと。 で、今は S から T に向かってなんかこう流そうとしてるわけです。で、そうすると、この SV3 っていう、まあ、えっと、領土とかっていうとちょっと今、あの、あんまりちょっとのあの、紛争がたくさんあるのであんまりよろしくないですけども、まあ SV3 っていう部分と、それ以外の部分から、この ST 流っていうのはなんか流れていってるわけです。で、流れていっていて、実は、この SV3 とそれ以外の部分のを結ぶ子っていうのは、必ず今この図でいうと、左から右に向いてます。で、そうすると、 この s から t に向かって流そうと思ったら、この左から右に向かっているこの容量2、2たす2たす1を超えては流せないわけです。だからどんなに頑張っても st 流っていうのは、この2たす2たす1っていう容量の和である5を超えられません。いいですかで、一方で、このネットワークには頑張れば2たす2たす1であるような、えっと、だから値が5であるような st 流を流せます。 で、先ほど言ってたのは何かっていうと、こんな、こういうような ST 流があっても、これが最大 ST 流かどうかわかんないから困ってるわけです。で、今わかるのは何かっていうと、このような値が5であるような ST 流があるってことから、最大 ST 流の値っていうのは5以上だとわか,かるわけです。もしかしたら5よりも大きな値を持つ ST 流があるかもしれないけども、ないかもしれない。だけども、その値が5以上であることは、このような ST 流の存在からわかります。で、 左を見ると、任意の ST 流の値は5以下だっていうふうに言ってるんだから、どんなえどん、えっと、最大 ST 流を持ってきても、その値は5を超えられないわけです。で、今、値が5であるような ST 流があるんだから、今、この2つの事実、値が5であるような ST 流があるってことと、えっと、このような、なんか、あの、部分があって、そ、そこをその、超えるには、えっと、超えるような ST 流っていうのの値は5を超えられない。 っていうことから、今右に書かれている ST 流は実は最大 ST 流だということがわかります。だから別にかたすると、このような頂点部分集合、この緑,緑で書かれ緑は見えないかもしれませんけども、この SV3 っていう頂点部分集合があることによって、この右に書いてある ST 流の最大性が保証されるわけです。で、この考え方を突き詰めていきたいっていうのが今から今からやることです。 で、何なのかっていうと、この今緑で書いてるもの、これが ST カットです。定 <laughs> 義してませんが、ST <laughs> カットです。で、それを見ることによってなんか、示したい。ってことをします。で、実際に、じゃあ、今この右側はこれ今流れてるんですけども、これの、この、えー、と ST 流の補助ネットワークを作ります。で、作るとこんな感じになります。で、これを G2 流と,と何がわかるかっていうと、先ほど、 S, S から T に向かっていくようなその増加度があれば、その F は最大 ST ではありません。というふうに言ったわけです。じゃあ、この、えっと、えっと、増、えっと、補助ネットワークにおいて S から T に向かっていくようなその増加度ありますかってことを見てみる。で、これは G と見てみる。で、G と見てみると、見てみるとないです。で、S からどんだけ頑張ってもいける範囲が決まっていて、S から V3 にはこう矢印をたどっていけるわけです。 けども、頑張っても、V1 にもいけないし、VO にもいけないし、VD にもいけないし、T にもいけない。じゃあ S からいける範囲だと色を塗ってみましょう。します。今、それ S から到達可能な頂点全体の集合点を言ってますけども、それは実は、この左に書いてることと今お、同じになってるんですね。という仕組みを使って、最適性条件の右から左を証明していくってことをします。どんな原理か今全然わかんないかもしれませんけども、だから、えっと、 S, S から T に向かっている増加動が今ないと仮定したときに S から到達可能な頂点の全体の集合を見ると何かがわかるってことを今からやっていこうと思います。で、それをまず一つ一つまず、えー、と言葉を定義しながらやっていきます。 で、まずそれ ST カットですで。ST カットって何かっていうと、先ほどの例で言うような、こういう頂点部分集合です。でどういう頂点部分集合かっていうと、S、えっと、この視点というか、始まり、湧き出しであるスモール S は、要素として含むんだけども、T は含まないようなもの。そういうような頂点部分集合のことを ST カットということにします。だから先ほどのそんな、なんか島とか領土のようなイメージで言うと、この、えっと、スモール S を含んでるような部分。で、T は含まない。もの、だからその S と T をなんか分けるようなもの。 っていうようなイメージを持ってください。で、これ、頂点部分集合で、こ、こ、この、ラージ S で書いていきます。で、この例は、え、で言うと、ラージ S は S と V3 からなる、頂点部分集合になっているということになるわけです。で、別に、まあ、他にも SD カットた,た、た、たくさんあるわけです。SD カットたくさんあるわけです。で、例えば、こういうものもそうですね。えっと、S、V1, V2, V3. これも、えっと、S は含むけど、T は含まないっていう頂点部分集合なので、これも SD カットです。ね。ですね。って感じになっています。はい。 で、重要なのは、ちょっとこれ邪魔なので消したいんですけども、消し方がわかんないけど、ちょっと試してみますね。これ一旦出して、まず消す。あ、消えましたね。はい。で、えっと、s t カットがあったら、その s t カットに対して容量っていうのを定義します。で、これはちょっとややこしいんですけども、えっと、ここにありますね。えっと、s t カット、Large S ってのがあったら、その容量をこのキャップ S と書くとにします。えっと、容量これキャパシティなので、その、あの、初めの3文字とってキャップと書いてます。 で、これ何かっていうと、まず、えっと、口で言います。口でか、えっと、日本語で言います。ラージ S から出ていっているこの容量の相場です。今、一ったんで書きますね。ラージ S から出ていくこの容量の相場です。 です。で、それをちょっと記号で書いてるんですけども、まず、い,やいかんのはですね、まず、順番に言うと、まずこれは UA の和ですと。だから、A というこの容量の和なんですけども、A をどこから選んできてるかっていうと、このデルタプラス S という集合から選んできています。で、デルタプラス S は定義していないんですけども、気分は、初めの方にあったデルタプラス V って、その V から出ているこの集合と同じような気分で、S から出ていってるこの集合です。で、出ていってる何かっていうと、 ま、この、例えば V、V' っていう子が、このデルタプラス S の要素であるのがいつかっていうと、V、えっと、視点がラージ S に入っていて、終点がラージ S に入っていないこととします。で、それをその S から出ていってるというふうに、ま、見なしているということになります。で、そのようなこの容量を全部足したものをキャップ S と呼びます。ですかね。で、ちょっと今、下に例があるんですけども、その例を見ていきます。 えっと、ラージエス s として s v 3って先ほどのものですね。これ見ると、えっと、このデルタプラス s っていう集合は、の集合に入っている子は、s から v 1に行っている子と、えっと、s から v 4に行っている子と、v 3から v 4に行っている子です。この3つの子です。で、この3つの子の容量を足すと2、2足す2足す1で5になると。ということになります。いいですかで、今から別の例見ますけども、まずこの例はいいですかはい。じゃあちょっと別の例見ますね。 えっと、今、えっと、ここに書いてあるように、えっと、SV1V2V3 っていう、こういう、えっと、SD カットを持ってきます。で、そうすると、こえっと、この場合に、えっと、出てる子は、えっと、S から V4、ああ、しまって書きたかったんですけども、S から V4、えっと、V3 から V4、V1 から V4、で、V2 からキーこんな形になってると。で、それらの、えっと、容量を足すと、えっと、3足す。 3たす、2たす1で9になるいいですかえっと、今ですね、この V4 から V2 に入ってきてる子があるんですけども、これは全く無視します。全く無視って日本語で変ですね。全くの後はないってひでがつけるですからね。全く見ません。いいですかいいですかね。だからそれは注意してください。これは、あの大、大注意。大注意って日本語ないんだけども。えっと、これ無視。 無視っていうか、だから、この、えっ、ー、と、容量を計算するときにはカウントしませんということです。もう一つ例があると思います。ありましたね。あ、例なかった。ごめんなさい。違う例これは、例はなかったです。で、これが容量の定義です。いいですかはい。で、えっ、ー、と、この ST カットを使うと、実は ST カットを見ることによって、F の値っていうのは記述、記述できます。 で、これが重要で、これ性質なんですけども、これはまたちょっとい,いかんごとにレポート問題にします。で、何かっていうと、まず言いますね。えっと、ちゃん、えっと、まず、えっと、状況としては st 流 f っていうのと st カットラージ s っていうのがあるとします。その時に f の値っていうのは、この右辺に書かれている量になりますというのが、この性質です。 で、上に書かれている量、これ何かっていうと、これは FA の和から FA の和をこれ引いてるんですけども、まずはじめの方の和はどこで取ってるかっていうと、えー、っと、Large S っていう ST カットから出ている子 A の上で全部足し算します。和を取ります。だからこれ S から出ている総流量です。書きますね。書けるかな。これは S から出ている総流量です。 で、そこから何か引いてるんですけども、これ引いてるのは何かっていうと、これはまず書くと、これは S に入っている、入ってくる総流量です。ちょっと字が小さい。し、読めないかもしれませんけども、まあ、あの、口でも言ってる。S に入ってくる総流量です。で、えっと、これ、で記号は何かっていうと、ここにですね、えっと、デルタプラス S バーってのあるんです。これ S バー、これは S の補修号だと思ってください。だから、 S, S の補集合から出ているこの集合なので、これは S に入ってきているこの集合です。わかりますかねあ、これって、この、えっ、ー、と、デルタプラス S バーっていうのは、S の補集合から出ているこの集合なので、これは、言い方変えると S に入ってきているこの集合です。いいですかだから、そのような個 A の上で FA の和を取るので、この和全体は何を意味していたかっていうと、S に入ってくる総流量。いいですかね で、S に出て、S から出てる総流量から S に入ってくる総流量を引くと F の値になりますよということになります。で、これは、えっと、前の一番上のあの準備っていうのがあったんですけども、準備のところでやった、えっと、述べた、証明していない性質を使うと証明できます。 ので、ちょっとそれは考えてみてくださいということになります。で、それはまあ、レポート問題の一つになるんですけども、えっと、まず、えっと、で例で、これが正しそうかだっ,ってことを確認しましょうと。今、えっと、このようなネットワークがあって、えっと、赤いのに書かれているのが、F です。ST 流です。で、緑。これが、囲われているのは、これが ST カットだと思ってください。だから ST カットとして、SV1V2V4 っていう、 強点部分集合を取ってきていると。これ ST カットです。えっと、スモールスは含んでいるけども、えっと、ラージ、えっと、スモール T 含んでないから。ST カットです。で、じゃあ実際に、まず、えっと、この F っていう ST 流の値を見てみると、スモール S から1たす1たす 1, 1、3だけ出ていってる。ので、えっと、この ST 流 F の値は3になっています。じゃあ、今考えているこの ST カット、 から出ている総流量と、この ST カットに入ってきている総流量はどんだけなのかってことを見てみますで。そうすると、えっと、出ていってるのはどんだけかっていうと、まず出ている子は、S から V3 に行ってるものと、えっと、V2 から T に行ってるものと、V4 から T に行ってるもの、この3つがあります。で、今隠れてしまいましたけども、えっと、そこに流れている流量いくつかっていうと、ここ1、ここ1、ここ2、なので全部で4になります。 だから、ラージ S が出ていってる総流量が4になってるということになります。で、一方で入ってるのはどんだけあるかっていうと、えっ、ー、と、ラージ S に入ってきている子は、V3 から V4 に向かってる子だけです。で、この子の上には1だけ流れてます。だから、S に入ってきている総流量は1になります。で、4マイナス1ですね。4マイナス1が、ちゃんとこの F の値である3と等しくなっているということになるわけです。 だから気分としては、そのスモール S からスモール T に向かってこう流しているんだけども、流れているときには必ず ST カットを横切るわけです。で、その横切るところを見ると、横切るところから出ているものと入っているものを差し引きすると、それはスモール S から出ているものと同じですよね、ということを、ちゃんと書くと正面になります。 はい。ということで、えっと、ST カットを見ることによって、そ、そこからも F の値が分かるいうことになるわけです。で、これによって、この ST カットと最大 ST 流の値を関連付けられるようになります。で、まず分かるのはこれです。何かっていうと、任意の ST 流と任意の ST カット、Large S があったときに、F の値と Large S の容量を比べると、必ず F の値は、 ラージエスの容量以下になる。ということは言えます。で、こういう不等式のことを弱相追性って言うんですけども、これまたちょっと次回出てきます。で、まあ弱相追性っていう言葉を置いといて、この性質は重要で、まずこれは今言ったことから証明できるので、それをやります。で、どうやってやるか。今ここに書かれているのは前のページに書いてあったこれ性質そのものです。ですかね。 えっと、ラージ s から出ていってる総流量マイナスラージ s に入ってくる総流量になっていると。で、今、この f っていうのは st 流なので、必ず容量,量制約を満たしているわけです。ってことなので、この fa は、fa は必ず ua 以下であり、なおかつ0以上です。で、この不等式を使うと、今ここにマイナスがついているんで、それに、 を気にすると、FA を UA で置き換えて、あ、前の FA を UA で置き換えて、後ろの FA を0で置き換えると、えっと、この向きの、ちょうなリコールの不等式が出てきます。あ、書いてあった。しまった。えっと、忘れていた。自分で書いたことを忘れている。まあいいです。で、こういうの、この向きの、えっと、不等式が出てきます。で、これは何なのかっていうと、これは実は取りも直さず、キャップ S の定義です。の式定義式そのものです。ということで、証明できましたと。 ということになります。いいですかで、これは、どんな ST 流、どんな ST カットを持ってきても成り立ちます。ですかね。だ気分は何かっていうと、ラージエス S を超えて流す、時には、その容量は超えられない。で、さ、あの、例のところで言っていた言葉を、きで書いたものそのものだと思ってください。はい。で、これを、うまく使って、先ほどの最適性条件の、右から左を証明していきます。 で,で、どうするかですね。今からこれですね。この F に対する増加度が存在しなかったら、その F は最大 ST 流ですよってことを ST カットを使って証明していきます。どうするか今、だから、えっ、ー、と、仮定は増加度存在しないってことです。で、今、じゃあ、増加度存在したいと仮定します。で、今、その元のネットワークと補助ネットワーク、今これもう図式です。図式というかもう。 えっと、イメージ図で、えっ、ー、と、やっていきます。で、何をするかっていうと、先ほどの初めの方の例でやった通り、今、補助ネットワークには、S から T に向かっていくような、経路がないって言ってるので、その時に、このスモール S から、その矢印に沿ってたどり着ける頂点全体を見るってことをします。ね。だから、LargeS というのは、この、えっ、ー、と、頂点の集合なんだけども、補助ネットワークで S からたどり着ける、 そういう道が存在するような V、頂点だけを集めてきて、Large S っていうのを作ります。だからまあこういうイメージですね。で、そうすると、この Large S は ST カットになります。ST カットの定義は何だったかっていうと、Small S は含んでいて、Small T を含まないような頂点部分集合でした。で、今仮定で F に対する増加度は存在しないって言ってるんだから、この S から T にはどう頑張っても到達できないわけです。 だから、この t っていうのは、ラージ S の要素として含まれていません。つまり、このラージ S は st カットになっているわけです。ここまでいいですかで、今から見るの何かっていうと、このような st カットがあるんだことが分かったので、じゃあ、この st カットの容量を見てみます。で、この st カット今、じゃあ、元のネットワークにおいて見てみますと。じゃあ、今、この st カットにから、えっと、st カットラージ S から出ていく、 こう考えます。で、それを今この V、V' としましょうと。地点が V で終点が V' であるような、こう考えましょう。で、これは、えっと、補助ネットワークにおいて、この V と V' っていう頂点はあるわけです。ここら辺に。じゃあ、この V と V' の間に個はありますかありませんかと考えるわけです。で、もし、V から V' に向かって個があったとすると、V' は S から到達できます。 S, s からまず v に行って、そこからこの項を使って v' に行ってしまうので、v' っていうのがこの large s に含まれていないことに矛盾してしまいます。だからこのような項はありません。だから v と v' の間に項があるとしても、それは逆向きの項になります。逆向きの項になります。で、順向きの項はない。で、もともと v と v' の間には項があるわけなので、 えっと、逆向きの子が、えっと、えっと、えっと、順向きの子がないとすれば必ず逆向きの子があります。で、それはいつ生まれるかっていうと、この V から V プライムに目いっぱい流れてる時しかありえないわけです。順向きの子があるのは、そこにまだ流せる余裕がある場合でした。で、それがないって言ってるんだから、この元のネットワークにおいた V から V プライムに向かって、容量いっぱい流れてるてことがわかるわけです。つまり、 今言ったことを言うと、つまり、V から V プライムに向かって、この元のネットワークで流れている量は、この V と V プライムの容量、UVV プライムに等しいということがわかります。別の言葉で言うと、FVV プライムは UVV プ v ライムに等しいということになるわけです。いいですかはい。で、今は、これは、えっと、 出ていってる子、このラージ S が出ていってる子に対してそういうことが分かったということになります。じゃあ、ラージ S に入ってくる子があったとしたら、そこはどんだけ流れてるんでしょうというと考えます。だから逆向きですね。この S、ラージスに入っていってる子、これが V2 プライム、V3 プライム、こんな記号を使っていいかどうかわかんないんですけども、もうちょっと使ってしまったとで。こういう子が今を考えます。で、今、この V2 プライム、V、V3 プライム、こんなに英語あるのかなちょっとわかんないんですけども、 この頂点も、この補助ネットワークにあるわけです。こんな感じで。あるわけです。で、先ほどと同じように、もし V3 プライムから V2 プライムに向かって個が補助ネットワークにおいてあったとすると、この V2 プライムっていうのが、Large S の外側にあることに矛盾します。V2、そういう個はない。こういう個はない。だから、個があったとしても、それは逆向きの個になります。 で、元々のネットワークにおいてはそもそも逆向きというか、その、えっと、V2 プライムから V3 プライムに向かっている子になります。で、それは元々のネットワークにある、ある子な,子なんです。元々、子に。ん元々のネットワークにそういう子はあります。で、補助ネットワークに逆向きの子がないってことは、この子にはちょっとも流れてない。 ちょっとでも流れてると逆向きの子によってその流れを引き戻せるんだけども、それが起きてないってことは、この子、V2 プライムから V3 プライムに向かってる子には全く流れていないってことになります。つまり、えっと、ここの子の上の流量はゼロってことになります。いいですね。だからこの V3 プライムから V2 プライムに向かってるものはないので、そこの上を流れている元のネットワークにおける流量はゼロになっていると。 いうことになります。いいですかで、それが、この、えっと、ラージエス s っていう st カットの周りで流れてるものの量で起きてることです。で、先ほど、st カットがあったら、そこから出ていってる流量と入ってくる流量を見ることで、えっと、f という st 流の値が決まるってことを言いました。で、その式を見てみましょう。 これですね。今 F の値っていうのは、Large S から出ていってる流量マイナス、Large S に入ってきてる流量だということになるわけです。だけども、出ていってる個に流れてるのは必ずその容量いっぱいなわけです。だから出ていってる個の上の流量は全部その有容量である有限になっています。一方で入ってきてる方の流量はどこもゼロであるってことを言いました。ので、このマイナスの方の FA はこれ全部ゼロになるわけです。で、ロはゼロだから、ここはまあ無視ですね。 そうすると、前の部分だけ残るんですけども、これは、取りも直さず、S の容量の定義式そのものだったわけです。これによって、F の値が S、l a r S の容量に等しいということがわかりました。いいですかここから何がわかるでしょう弱層追性より F は最大 ST 流です。 突然来ましたね。<laughs> これ言ってることは分かんないんですけども、なんでかっていうとちょ、これはちょっと補足すると、今、じゃあ任意の ST 流考えます。任意の ST 流、と F' とすると、F' に対して、この、えっと、下の弱相追性から、バル F' は、キャップ S 以下になります。いいですか。で、今、キャップ S、ここにありますね。ってことなので、 ここから、これが、バル F' 以上になるとがわかります。そうすると、F' っていう任意の ST 流と F の値を比べると、F は任意の ST 流の値以上になったんです。以上の値を持っているということります。で、これは最大流の定義そのものです。だから F は最大流になるということがわかる。ちょっと、字が汚すぎて読めない。ちょっと、ここら辺はちょっともう少し来てに書きますね。 こ,ういうことになりますだから任意の ST 流 F' と今考えている F っていうものの値を比べると F の値は F' の値以上になっているから F は最大流になるということになります。何を証明したかというと増加度がなければそれは最大流ですということを今証明しました。いいですかということでこれが証明できたと。 F が最大 ST 流であったりの必要十分条件は、その補助ネットワークを作って増加動が存在しないってことです。で、これを聞いて、アルゴリズムが浮かび上がってくるわけです。怖いですね。だから、アルゴリズムは何かっていうと、補助ネットワークを作って増加動があるかないかってことを確認するだけです。で、あったらそれに沿って増加させるってことをすれば、どん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 今考えている ST 流の値が増えてきます。怖いですね。で、 ま、寝が湧く場、あるところで、アルゴリズムが止まって、止まった時に得られている ST 流が最大 ST 流になっていると。というのを次に言います。で、それが増加動法と呼ばれているアルゴリズムです。これどういうアルゴリズムかというと、今言った通り、まあ、まず、まあ、まあ、アルゴリズムを言います。まず、ま、任意の ST 流をなんか頑張って、何でもいいので、まず一つ見,見つけていきます。例えば、すべてのこの上、何も流れてない、ゼロだけ流れてる。っていうのは、ST 流なので、そこから始めます。例えば。 でもま、それで始める必要はないです。何でもいいです。ST でなんか一つ見つけてきてもらって、そこで始めます。で、反復があって、この F に対する増加度がある限り、次を実行します。何かっていうと、増加度を見つけて、それに沿って増加させる。これを繰り返す。で、F に対する増加度がなくなったらおしまい。で、こういうアルゴリズムです。ちょっとこの例でやってみます。今、どこも流れてないゼロっていうところから始めて、まずそれで、えっと、プロネットワーク作ります。 で、こんな感じになります。これ、まあ、あの、あの、今、何も流れてないんで、あの、逆向きの子がないような状況になっています。で、S から T に向かって増加度ありますかと。経路ありますかと見つけます。で、経路ありますと。で、行きは流せますかって言われたら、これは2だけ頑張れば流せるんで、じゃあに流しましょうと。流す。で、そうすると、この経路に沿って、2だけ流れた新しい ST 流が得られます。で、作ります。こんな感じ。今これ2になりました。 じゃあ、この今、新しい ST、L、ができたので、それに対して、新しい、えっと、補助ネットワークを作りましょうと。作ります。作りました。今度はちょっと、ところどころ、逆向きの子が出てきてます。じゃあ、ここに S から T に向かっていく経路ありますかってことを、えっと、考えるわけです。で、この場合、あります。あ、ありました。こんな感じであります。で、これに沿って流すわけです。でそうするとです、ね、今、ここで、あの、これ逆向きの子を使っているんで、 逆向きのコに沿って2だけ流しているんで、今もともと2に流れてるところがこれキャンセルされます。あそのことも起こるかもしれない。で、今流しました。2だけ流しましたと。ここらで、今、えっと、全体として、今この st 流の値は4になってます。じゃあまだ流せますかと考えます。その時にまた、えっと、補助ネタクト作ります。ま、作りました。じゃあ、えっと、s から t に向かっていく経路ありますかと考えるわけです。で、これあります。こんな感じと。 で、これに沿って、また1だけ流すということをします。で、1だけ流すと、ここに沿って1だけ増える。増えましたと。増えましたと。数値が増えましたと。じゃあ、今、ここで、えっと、値が5であるような ST ルがあるんですけども、これ最大 ST ルですかと考える。で、その時には全く補助ネタを作る。作ります。作りましたと。じゃあ、この作ったもので、S から T に向かっていく経路ありますかと聞きます。で、ここでないんですね。で、なかったらおしまいと。 増加度ないんでおしまい。で、ここに今、得られている ST 流を出力するということになります。で、さっき言った通り、今、増加度がないので、最適性条件からここで得られている ST 流は最大 ST 流ですということがわかるということになるわけです。ですね。だから、増加度は停止したら、その時には、F に対する増加度がないので、 今得られているあ、あるいはその出力した、えっと、F という ST 流が最大 ST 流になるということが分かるということになるわけです。だからこれがその最適性条件から自然とこのアルゴリズムが浮かび,浮かび上がってくるさまであるというふうにまあ思ってほしいわけです。いいですかねどうでしょうあんまりオカルトっぽくなかったかもしれませんけども、まあこれが前回言ったことだということになります。ただし、 これは増加動法が停止するという条件のもとです。でですね、実際はですね、増加動法を停止しないかもしれません。で、停止しない場合には、もうずっとなんか無限に、この増加動を見つけ続けますで。見つけ続けるんだけども、で、見つけてる限りは、なんかその、ST 流の値は増えてるわけです。 で、増えていくんだけども、先ほど言った通り、その ST カットの容量は超えられないので、これはあの上に誘拐なんですね。だか,だから上に誘拐ななんか素数列が得られていって、どっかで収束します。必ず。でも、その収束する値が最大 ST 流の値でないかもしれません。全然、もうそこにも全然達しない、だからそ上階はあるんだけども、上階に達しないところで収束しちゃって、こ上階があって上階に達しない通り収束しちゃって、もうその差がですね、もう もう、何とも言えない、あの、さり、そのまま終わってしまうとがあったりします。で、これで、ね、困るんです。だから、これ、止ま、止まるときには、なん、もうす、先ほど言った通り、この、ちゃんと出力が最大スティールになるっていう保証はあるんだけども、止まらなかったら何が起こるかもうよくわかんないってことになってます。で、実際に、えー、っと、あれですね、えーっと、補足動画で止まらないし、収束先が最大スティールのあたりもなんない。 ような例を紹介するつもりでいます。で、それは、この、70ページの大半がそれなんですけども、えっ、ー、と、それを、あの、ご紹介します。で、これちょっと難しいかもしれませんけれども、まあ、興味があったら見てくださいという感じです。で、そういうことがあるんですけども、なんでこれが起きるかっていうと、実は、この増加動法においては、どんな増加動を見つけるのかっていうことに指定がありません。だから、変な増加動を使ってしまうと、こういうことが起きてしまうっていう、 ことになってます。で、実際にその補足動画で説明するような例もそういうふうになってます。で、実を言うと、うまく増加動法のその増加動を見つける部分を工夫すると、ちゃんと停止します。怖いですね。これも怖いんですけども。で、その工夫は後の方で説明します。で、その工夫を減ると、 必ず増加同法が定ることが言えるので、必ず最大 ST 流が得られるというアルゴリズムができます。で、それまではちょっと今のところまだ最大 ST 流が本当にこの増加同法によって得られるかどうかは不明なままなんだけども、その話は2、3回あっての話になります。ここまでいいですかで、こういう流れになっています。 だからややこしいんですなんか、増加動向、これ、ややこしいんですけども、止まんない場合があったり、止まん、止まんなかったと言っても、収束し先が、なんか、荒るところで止まったりするんで、皆さんなんか、自分の手持ちの問題に対して、なんか、増加動向を適用しようとする場合には、ちょっとそういう意味で、気をつける必要がある場合があります。はい。ということで、今日のお話は、だいたいおしまいです。で、一応ですね、えっと、今日の内容は、このフォードとかルカーソンが創始したものと言われていて、まあ、彼らの論文とか、まあ、本もあるんですけども、 えっと、それは1950年代から60年代の初めぐらいにまあ出版されていて、まあだからあれあの、皆さん生まれるすごく前だし、私も生まれてないぐらいの年代の話で、すごく古典的な内容です。で、今日はあの増加増法っていうものをあの紹介したんですけども、まあ、場合によってはフォード・サルカーソン法というそのまあ人名を使って呼ばれることもあったりします。で、まあ,あ、二人とももうあの亡くなられていますけども、まあ、この分野において非常にあの著名な研究者であ,るとあったという形になっています。 はい。では、えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、この最大流問題に対して最適自衛条件を導くっていうことをやって、そこから自然とアルゴリズムが出てきますよって話をしたんだけども、アルゴリズムは飛んないかもしれない <laughs>。っていう話をしました。で、次回以降何かっていうと、この最適自衛条件をこの線形計画法の立場から見直すってことをします。で、そのために次回はまず線形計画法の復習をします。 で皆さんは選挙計画法のことを、まあ、今まで勉強したことはないかもしれませんけども、一応次回の話を聞けば要点がわかるようにはしたいと思ってるという気分でいます。で、その気分が伝わるかどうかは私の腕次第。なので、まあ、分かんなかったら質問してくださいと,、はい、ということになります。で、それを使って、まあ、この、えー、っと最適性条件を考えるっていう話が続いていくということになります。はい。で、ま で、その線形計画法からと最適性条件を絡んでアルゴリズムが出てくる様っていうのは、また後の方でやるんですけども、それはちょっとまた先の話になって、まあ、ここら辺が今後いろいろと絡んでくるということになります。はい。では、えっと、今日の、えっと、授業はこれで終わりにしたいと思います。では、あの、残っている時間があるので、そちらの時、えっと、時間で、えっと、Google Classroom の方に行ってもらって今日のコメントを出してください。えっと、一応1時まで。 に出してほしいと思ってるんですけども、まあ、授業時間としてはまだ5分ぐらいあるので、ぜひ、あの、この授業の間に、あの、コメントを出していただきたいと思います。まあ、質問でもいいですし、あの、思った感想でもいいですし、まあ、感想も質問もなければ雑談でもいいので、何でもいいので。 出していってください。前回言った通り、これ、あの、私の生きがいと言われているものなので、あの、私が生きていくために必要な養分なので、ぜひ出していっていただいて、まあ、あの、一人何回でも実は,実は投稿できるはずなので、あの、何回でも投稿してもらっても構いませんけども、まあ、少なくとも一つは、まあ、投稿していってください。よろしくお願いします。じゃあ今日の授業会で終わりにします。ありがとうございました。